はい、皆さん、毎度毎度。パーマはね、適当にかかってりゃいいっつんだったら簡単なんだよね。で、そっから先ね、微妙な調整するとなると難しくなるんだよね。ワンパターンのテクニックが通用しないからね、毛染めしてる人にはこれ使えば OK みたいなね、毛染め使う人にはその薬使って太さはこのぐらいで巻いて、放置時間このぐらいにしろとかね、もうなんかルールとか法則がね、あるようでないんだよね。もうバラバラ。そのお客様によってもね、その時その時で違うしね。さじ加減でなんか変わっちゃうしね。だから難しいんだよね。だからね、パーマなんか簡単だよっていう人はね、よっぽどうまいかよっぽどね、分かってねえかね。かかってりゃ OK みたいなね。かかってりゃいいんだよみたいな人だったら、本当にパーマ簡単。あと、本当にうまい人だったらね、簡単って言うかもしんないね。毛染めしてない人のパーマだったらまだ簡単だけどね、毛染めした途端にね、もうさっぱりわかんない。何していいんだかさっぱりわかんない。あと、毛染めしてない方もね、高齢者になってくるとね、年々ね、かかりやすくなって取りやすくなってくんだよね。もう何十年もね、デュリシアドバンスの治療で良かった人がね、どうもそれじゃ取りやすくなってくるっての。なんか風が吹くと、ブローかで風当てると伸びちゃうっての、まっすぐに。それがね、問題なんで、最近ね。やっぱり、時間長くするとか、プレミアの血を使うとね、もうかかりすぎちゃうからね。だからちょっと混ぜてみようかとかね、これはわかんない。もうどうしていいかね。やっぱり難しくなってくるね。やればやるほどね。まあ、皆さん、パーマどうだろうね。パーマはほんとうまくいかないよね。はい、お疲れ様でした。Yeah.